皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、4551鳥居薬品の動画解説をしたいと思います。この銘柄4月の後半にですね、株価大きく空をつけて下げた後ですね、5月の後半からしばらくボックス的な、ね、動きがずっと続いておりましたけれども、7月の後半にですね、ようやく出来高を伴って基準転換線を突破してきております。でその後ですね、一時期直近のやっぱり高値付近でね、叩かれてましたけれども、基準線がサポートする形でこう三角持ち合いでね、煮詰まってきたところに、ようやく8月の11日ですね、出来高を大きく伴って反転しそうな動きをね、見せてきております。まあ、一度こう上髭でね、ちょっとこう叩かれてきてますけれども、直近の高値ですね、なかなかこの1450円近辺を抜けきらなかったところをですね、一度バッチリこう抜けてきております。で出来高がかなりね、伴ってきておりますので、まあ、流れがね、変わってくる可能性が高いんではないかなと思いますね。でまた為替が円高傾向でですね、輸出ハイテク株が軟調な中にありますので、こういった内需関連株としてね、また物色される可能性が高いんではないかと思われますね。でまず株価こう上がってくる段階で、まあ、最初目標としてしてくるのが、この1600円近辺ですね。この一度空をつけて一回止まりかけたところですね、1600円近辺まではね、まあ、目指す動きになるんではないかなと思います。まあ、それ抜けてくるとですね、この4月の後半にこの窓が大きく開いてますので、この窓埋めのところですね、1700円近辺がね、次のターゲットになってくるようになります。で今度は逆に上がらずに下がってきた場合はですね、この7月20日の安値1338円というのがありますけども、ここ割ってくるとね、当日ロスカットになりますね。もしくはこの1400円をこの切ったところですね、この陽線のスタートあたり、この辺をまた切ってくるとですね、ちょっとこの陽線自体がね、否定されるような動きに、ね、なってくる場合には、まあ、早い段階でね、ちょっと見切りをつける必要も出てくるのかなと思われます。では以上で鳥居薬品の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。